ピンクアーマー。発動すると耐久値30のアーマーを身にまとうスペシャルさ。逃げんじゃねえよ。攻撃を数発防いでくれるので、こんな感じにゴリ押しできるぞ。ここに、撃つべき悪があるようだ。我が一振りに散れ。我が名は白面。罪を刈り取る。我が刃が血を求めていく。友人の剣を喰らえ。うわさあ、ロスタイムは1分ほどあります。先に仕掛けていくのはどちらのチームでしょうか。まだ見逃せない状態ではありますよ。ここでチャンスを迎えています。もうこれはね、しっかりと守りを固めるということなんでしょうね。落ち着いて決めます。いや、まだありますよ。切り返して中央、チャンスを見逃しませんでしたね。2本目決まった。イケイケですよね。っていうのを今日やっていきます。作戦名、辻斬りパブロ。スペシャルのインクアーマーを発動し、アーマーをまとった状態で筆移動で素早く敵に近づこう。そして敵の攻撃を弾きつつ、筆で殴りこっしていこう。近づく前にボコされやすいパブロだが、アーマーつけて素早く懐に潜り込めばこっちのもんってわけさ。ギア構成はこんな感じ。筆移動速度を上げるメイン性能アップ、アーマーの持続時間を伸ばすスペシャル性能アップ、素早くスペシャルゲージが溜まるスペシャル増加量アップ。これらを適用入れれば OK だ。説明はこれで終わりだよ。それじゃあ始めよう。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ジョン・カビラです。さあ今日はどんな試合を見せてくれるんでしょうか。画面には気になりますスターティングラインナップが紹介されています。そしてこの試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日は楽しみな一戦ですね。本当そうですよ。見ている人にとっても何かこう普段と違った見方で楽しめるでしょうし、そういった意味で今日はいいカードと言えますよね。僕も今日は楽しみです。本当にそうですね。さあここで先制のチャンスを迎えています。順調な滑り出しですよね。さあ入ってくる。この上がりいいですよ。いやー、うわー、電光石火の先制点。いやー、ナイスプレーでしたね。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。本当ですよね。この辺攻めの気持ちが現れてますよね。見応えありますよ。いやー、本当にそうですね。一人倒されてますね。欲張ったか。本当にね、最後まで集中力を切らさないでほしいですね。さあここは追加点のチャンスとなります。おっと、中入りましたよ。うわまたもやゴー。まだ流れてますよ。きたー。うわ、全く手を抜きません。これはね、ちょっとね、彼を止めるのは難しそうですよね。そうですよね。さあとても面白い試合展開になってきました。それではこの後も試合をお楽しみください。と言いたいところだが、パブロで敵をぶったたきまくってたら心までへし折れちまったみたいで、敵はビビっちまってしばらく出てこないよ。辻斬りってなんだかかっこいいよね。ゲームの必殺技みたいでさ。文字だけ見ればかっこよく見える辻斬りという言葉、しかし意味を知れば全くそんなことはないぞ。そうなの？辻斬りとは江戸時代の言葉だよ。へえ。辻とは今でいう十字路のことなんだけど、江戸時代初期では夜になると道の十字路で侍が待ち構え、その道を通る一般人を切り殺すということがよくあったんだ。この切り殺し行為を辻斬りというよ。ただの通り魔じゃん。どうして待ち伏せてまで人を切るの？それは刀の切れ味を試すためだったり、武術を磨くためだよ。そんな理由で人を殺しちゃうんだね。この頃はまだ戦国時代の殺気だった雰囲気が残っていたからね。こんな時代に生まれなくてよかったよ。要するに辻斬りってのはただの人殺しの犯罪行為ってわけさ。意味を知っちゃうと全くかっこよくないね。さあ勝負どころだ日本。おっとチャンスですよ。うわー、入った、決まった、とどめの一発。カビラさん、先ほど倒れ込んでた選手なんですけど、かなり重傷で複雑骨折してるみたいです。そうですか、ありがとうございます。こういうことがね、サッカーにもあるんですよね。サッカーってわかりませんね。それにしても北澤さん、後半の残り時間も限られてきたところでのこの1点大きいですよね。こうなるとここからの戦い方変えていった方がいいんでしょうか。わかりませんよ。はい、失礼いたしました。さあこれが最後のワンプレーになるか。最後の最後で流れに乗れるのは大きいですよね。いや、勝負どこですよ。うわっと1対1、これ悪くないぞ。まだ生きている。あっと入った。よーし、
ダメ押しの追加点を奪いました。このまま終わるんじゃないかなと思ってましたからね。いや驚きましたよ。あーっとホイッスルです。試合終了。さあ最後に笑うのはどちらのチームでしょうか。まだね分かりませんよ。決まった。よく頑張った。圧倒的な勝利。相手に力の差を見せつける結果となりました。すごいですね。さて北澤さん、はい、今日の試合ですが振り返っていかがでしたか。今日は大健闘だったと思いますよ。そして得点もきちんと決めてね、うまく試合を運べたと思いますよ。いや本当にそうですね。さあそろそろお別れの時間です。北澤さん今日はどうもありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。この動画はバカみてぇな毎日を作る企業ワキタヤとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。